久々だったもんな、公開練習な。俺は清水来て初めてやったから。あ、マジっすか。うん、おめでとうございます。おめでとうございます。まずはね、初です。僕は今日、うわ、真面目真面目、突っ込まないでよ。何なの何なのおもろない、おもろない何なのじゃあだから公開練習どうやったかって。僕あの今日復帰の日だったんで。おめでとう。あんまりマジでオッケー、おめでとう。よかったね、はい、久々に、まあちょっとだけでしたけど、まあみんなの前でサッカーできて、ちょっとすみません。大丈夫だ、大悟。すいません。マキヒカと一緒やわ。マキヒカってユーチューバーと一緒やわ。めっちゃ見てます、うん、やってること一緒やわ。今のカットで見たことありません。絶対使いますよ。今のは使ってあげて、逆に怒られる。マキヒカが喜ぶわ。でも多分ケンタとかがそういうのやってくれてるから、あのしっかりしてるんで。俺らみたいなしっかりしてない奴らはそういうのに入れないんで。一緒にしないでくださいよ。これ何、誰ここ誰、大輝。大輝待ってんの。待ってんだけどな。好きやな、仲良しやな、仲良し。まあテンションは一緒っすよ、いつもこんなんなんで。どこにいてもどこのチームでも変わんないっすけどね。確かに、たかしくんが初ってことはあっちも初ですからね。うえー、はい。ちょっと待って、ずっと言ってて。まぁちょっと、嘘つくなお前。お前嘘つくな。N選手ってテンション高いんだよ。俺低いんや。 N 選手テンション低いと思ってました。俺って低いんや。俺まだ低いん。もうちょい上げます。もうちょい上げていきましょう。もうちょい上げますね。まだ足りない。頑張ります。なんで、ゆいちゃん次。ゆいとはどうやった。楽しかったです。ありがとうございました。ふざけすぎや。松岡見習えよお前、うん、もうちょっと。本当に自分たちがしっかりと引き締めていかないといけないと思うんで。で、大輝集中しろお前バカ。お前しっかりと皆さんのサポートを応援よろしくお願いします。松岡の真似してんね。しっかりと松岡の真似。平日にもかかわらずたくさんの方々にご来場いただきありがとうございます。レイその日暮らしはカットせえへんやん。毎回あったかい日でも絶対あったかいお茶買う。ああ、そうやな。おもろない。大輝、大輝あるある。あ、やらされてる感じやけど自分たちやらされてる感じ。